え？じゃあ外の様子を、中はあれですから、外のあれをちょっと撮ってみます。人がアンケート取ってるから名前とか写っちゃいますからね。納豆屋さん、そういえばあれですね、上川友好都市、上川うんぬんって言ってましたね、来てるって。八百屋さんかな、確か八百屋さん、八百屋さん、紙もらおうかな。はい、紙をもらいました。紙貴重です。紙をもらいました。あ、そこで体操をやってます。吸う息が広がりたいと思う感覚、吐く息が手放したいと思う感覚、目を閉じていただいてもいいです。腰から背骨、気持ちよくツイストさせていきます。では次の吸う息でゆっくり足と顔を正面に戻し、右足開放していきます。今度は反対です。左膝を立て、その足、右足の外側に置いていきます。右手で右膝を地面の方へと導いてあげましょう。左手のひらは空の方へと向けて、余裕があれば目線、左手、指先見ていきます。腰から背骨が柔らかく縮めていきます。呼吸を繰り返しましょう。では次の吸う息が来たら、ゆっくりと足を正面に戻し、両足伸ばしていきます。手のひら体の横に向けて、体の横に置いて少しリラックスしていきましょう。ここから両膝を立てていきます。両膝を立てて、その膝胸に引き寄せ、両手で抱えていきましょう。赤ちゃんのポーズです。吐く息で優しく膝を胸に引き寄せます。小さくなって、お腹のガスを抜いていきます。そのまま左右にコロンコロンと揺れていきましょう。背中、腰回りを柔らかくほぐします。腰回りの緊張を取っていきましょう。ではゆっくりと動きを止めて、両手膝の裏に差し込んでいきます。膝の裏、そのまま今度は縦方向の動きです。足の反動を使って縦の動き、顎を引いて首を守っていきましょう。背中を柔らかくしていきます。いいですね。では霧のいいところで、ご自分のタイミングでゆっくり起き上がっていきましょう。
吐いてリラックスします。では足あぐらになって座っていきましょう。かかととかかとを揃えていきます。どうぞどうぞ。途中参加の方も大歓迎です。ではかかととかかとを揃えておへその下一直線に並べていきます。あぐらのしてつらい方は正座でも構いません。座りやすい方法で座っていきましょう。では両手胸の前で10本の指を絡めていきます。大きく息を吸って胸に呼吸を入れます。吐きながら背中を丸めておへそを覗き込んでいきましょう。両手ぐーっと前に押し出します。もう一度吸い込んで両手胸の前、吐いて背中丸めます。肩甲骨広げて吸って両手胸の前、ラストいきます。吐き切りましょう。吸いながらゆっくり上体を起こしてこの手のひらくるっと返して空の方へ向けていきます。息を吸って指先遠くに伸ばします。座骨と指先で体を長く引っ張り合っていきましょう。吐く息上体右側に倒します。左の体の横体側ですね、伸びていきます。吸いながら上体を起こして吐いて反対です。吸いながら上体を起こします。吐いて手を解放して首のふもとに置いておきます。大きく吸って吐きながら顎を引いて首の後ろ側を伸ばしていきましょう。次の吸う息が来たら首を右から回していきます。後ろを通って吐く息左を通って前に戻りましょう。ご自分の呼吸に合わせて目を閉じていただいても構いません。吸う息が上方向の動き、吐く息が下方向の動きです。首周りの緊張を解いていきましょう。自然のエネルギーたっぷり回っていきます。次に顎が下に来たら反対も回していきましょう。吸う息で左方向から上、吐きながら右から下へと首を回していきます。自分のペースでどうぞ。ではお顔が下に来たらゆっくりと動きを止めます。吸いながらお顔を正面に戻し、吐いて両手を解放していきましょう。リラックスしていきます。では両手今度前についていきましょう。手のひらパーッと開いて膝を立てます。マットに四つん這いになっていきましょう。あと四つん這いです。手のひらパーッと開きます。このままいけそうであれば指先自分の方向へ向けていきます。外側にぐるっと回して、そうです。でかなり手首痛みがある方は戻していきましょう。四つん這いで構いません。この時も肩の真下に手首が来るように足の付け根の下に膝をセットしていきます。では息を吸って吐きながらお尻をゆっくり後ろ後ろへと下ろしていきます。腕の前側の伸びを感じます。痛みがある方少し戻しましょう。気持ちが良ければ吐く息お尻をゆっくり後ろに下げていきます。ご自分のペースで、では吸い込む息でゆっくりと上体を戻していきます。では次の吐く息が来たら背中をぐるっと、丸めておへそを覗き込んでいきましょう。このまま猫のポーズで背中高く空に向けて、吸いながら今度は腰を滑らかに反らします。頭とお尻が空の方向、吐いて背中を丸めましょう。もう一度吸い込む息でおへそ真下に向けていきます。背骨柔らかく動かしましょう。ご自分のペースで吐く息背中丸く、吸う息ゆっくりと柔らかく反らせていきます。
自分のペースで動きを止めて背中と床が平行に戻ります。ゆっくり指先正面に戻していきましょう。ゆっくりゆっくりでいいです。そのままお尻をかかとに預けて、おでこ鼻先床につけてチャイルドポーズでお休みしていきましょう。上半身だらーんと力抜いていきます。お尻はかかとに降りているでしょうか。お休みのポーズです。自然な風を感じていきましょう。では両手顔の横につきます。吸いながら頭最後でゆっくり上体を起こしていきます。一息吐いてリラックスしていきます。では楽な姿勢で少しお水取りたい方はお水飲んでいきましょう。この後ですね、コブラのポーズ、ヘビのポーズをやっていくんですけれども、ちょっと飲みながらご覧ください。少し上体を起こしていくんですけれども、反れている腰に意識が向きがちですが、実はお腹を伸ばしたいんですね。みぞおちから恥骨にかけて の長い筋肉をウィーンと伸ばしていきます。腰が痛い方は無理せず、ご自分の手はサポートだけです。やっていきましょう。では両手マットの前の方についてうつ伏せになっていきます。マットの前の方についてうつ伏せになっていきます。大丈夫ですか。はい、ではここから両手胸の横についていきます。手のひらしっかりと開いていきましょう。中指正面に向けていきます。足はピタッと揃えていきましょう。足ピタッと揃えます。では今持っている息をすべて吐き出しましょう。息を吐いて吸い込みながらゆっくりゆっくり上体を起こしていきます。お腹の筋肉ぐーっと伸ばして胸が気持ちよく開きます。腰痛い方息を下ろしていきます。吐いて下ろします。あと2回いきますよ。手はサポートだけでお腹の力使っていきましょう。息を吸ってお腹ぐーっと伸ばします。みぞおちから恥骨を伸ばして、さらに気持ちよく胸を開いて吐いて下ろしましょう。ラストいきます。息を吸って、手はサポートだけ、吐いて下ろしましょう。リラックスします。両手楽なところに伸ばしていきます。では両手もう一度胸の横について、そのまま上体を起こしていきます。四つん這いから今度お尻を回していきます。ヒップサークルと言います。足少し広げていただいてもいいです。どっちの方向からでもいいので、お尻を大きく回していきましょう。目線はマットの方で構えます。お尻をゆっくりと外へ外へと広げていきます。骨と筋肉が少し引き離されていきます。体の奥底の方からじわじわと、尻のいいところで反対も回していきます。反対回し、お尻を大きく動かして骨盤周りの動きスムーズにしていきましょう。